このゲームのね、趣旨がよくわからないんですよ。あんまり怖くもないし、ただへそのを集めるだけのゲーム。最初の時とお人形、顔が違うの。夢なら早く覚めて、怖くてお人形を見ないように眠った。ズズズズズズ。変な音聞こえた。早く早く早く、帰ってこられない場所に捨てないと。帰ってきた回数6回か。口が裂けてる。口裂け女のさ、可愛い漫画があった気がしたんだけど。なんだっけな、題名忘れちゃった。捨てに行こうか。玄関が開かない。これじゃあ捨てられない。玄関が開かない。お前んちだろ、ここ。あ、なんかこうやって縛ったりとかして、こいつの弱体化させる必要があるんだっけ。じゃあ集めに行こうか、へその。こういう系のアイテムを入手して、あの人形に魔術をかけることによって浄化されるってことだと思う。この HP みたいなのが減るまでやれってことかな。もうすぐ減りそうだね。もういけたんじゃないか。塩かけて、そろそろ捨てても大丈夫かな。捨てに行こうか。おい。新しいとこ捨てに行けるかな。ダメか。え、捨てるレパートリーって私ゴミ捨て場と排水口しかないの。まあ、捨てるならゴミ捨て場でいいでしょうね。排水口に捨てちゃダメだよ。うわー、ナイブズアウト。これで大丈夫だよね。ゲームを一旦中断して休憩しよう。これ消せばいいってこと？で、戻ってきた、また。お、なんだこれ。イヤリング。片方だけなくしちゃったのかな。持ち物はきっと探してるよね。荒野行動やけに押してくるね。閉じていって。あ、でももう大丈夫なのか。様子を見に行ってみよう。ゴミ捨て場にいるから。ちょっと見えないんだよね。どうしよう、これ。あれ？おお、アンパンマン新しい顔よ。帰ってきちゃったか。お人形さん生きてるの？それとも。それとも何？生きてるのかって聞かれて、それともって言われたら死んでるしかないよね。もうダリーナ終わりにするか。バイバイ。